弊社はですね、あの、オーディップというソフトウェアあの製品を持ってまして、で、これは、あの、企業システム向けに、あの、の、構築する製品なんですね。で、企業システムっていうのは大きく分けて2つあってですね、まあ、い,いわゆるその、あの、取引システム。まあ、例えば、その、えー、なんか買い物したいと言ったときに、まあ、インターネットなんかで注文して、で、注文した結果、まあ、品物が来ると。 これはまあ一般に基幹業務システムと言われるものでこういうその普通の一般的な取引システム以外にあの企業システムっていうのはその取引をベースにいろんな管理をしなきゃいけないんですね例えばあの収益が本当に出てるかとかですね例えば大手の製造メーカーさんとか小売りさんだったらその各店舗がどのくらいそのきっちり実績を上げてるかとかですねあるいはそのこのえ商品はどのくらい売れてるかとかですねまあいろんなあの 情報をその加工して提供しなきゃいけないんですね。従ってまあ単にその取引をするっていうシステムともう一つはその企業そのものをこうコントロールするあるいは情報系システムとかって言われるケースもあるんですけどもそういうその情報を加工して編集してその出すという大きく分けたこの二つがあるんですね。でその後者の方のあのいろんな情報を加工してこうそういったまあ収益管理とか実践管理に使うっていうようなシステムは かなり複雑なプロセスをたどらないと出ないケースが多いんですね。ある意味、こう、あの、機関システムの方は、例えばもうパッケージ製品みたいなのがあったりとか、まあしますので、まあある意味パターン化しやすいんですけど、その校舎の方はやっぱりなかなかパターン化しにくいんです。例えば何万処理とかっていう処理が <laughs> コンピューターの中で動いてるんです、ね、ものすごく複雑に絡み合ってるんですね。で、それを、あの、パターン化して、もう、あの、非常に生産効率よく、品質を100%保てて、 で、なおかつ見える化できるっていうような、あの、商品が、あの、弊社か出してウォーディっていう商品なんですね。で、これを中心に、うちは事業を展開しているということになりますね。はい。商品の強みっていうのは、あの、なんといっても、その、企業システムを作る上で、その、生産工数がもう、あの、飛躍的に違うっていう、まず、ことなんですね。でそれは、その、具体的に言えばですね、まあ、今まではその、プログラムを、 を作って、システムを損なきゃいけなかったことからですね。インターフェースが非常に簡単な内容で、それを登録さえすればシステムができると。で、ただ、まあ、そういうその謳い文句の製品はいろいろあるんですけども、まあ、そこは本当にですね、そのユーザーさんの使用に近いイメージで登録すると、それでシステムができるというところまでですね、あの機能を高めているというところが強みだというふうに思いますね。で、それをやることによってですね、まあ、そもそもあのプログラム自体を作るわけではないので。 その品質が100%をこう維持できると、ですからまああの低コストっていうかまああの大幅なこ生産性を向上するっていうのと、だから品質を100%維持するっていうのとですね、あとは見える化が実現できると、この三つが弊社の製品というかソリューションの強みだというふうに思ってます。その見える化ができることによって、あのまあ今まで属人化されてたあのまあ各社ですね、つまりそのこの部分はまあ誰か担当この担当しか知らないと。 いうなぜ知らないかと言いますと、それはあの、中がプログラムでできてたりとかしますと、まあその担当者しか分からないですね。相当な努力をか,かけて、そこを分析しないとですね、なかなか全容が見えてこないんですけども、まあ弊社のシステムを使えばですね、プログラマーじゃなくてもですね、ある意味管理職が見ても、その中身っいうのが、まあ誰でも分かるような形で書いてありますので、記述されてますので、あの、皆さんが同じような情報を共有できると。 でどういうふうに、あの、その処理を加工しているのかとかですね。どういう計算式で、その金額が出ているのかっていうのが、まあ、一目瞭然といいますか、わかるので、俗人化が起きないということですね。技術力がやっぱりないと、やはり、あの、その、いいものをお客さんに提供できないと。あるいは、その、いい、あの、コンサートとかサジェッションもできないということもありますの、ね、で、技術は常に向上しているので、まずここを、あの、ベースにしないといけないと。つまり、だから、最先端を行くような、あの、 まあ技術を持つというのがまず一つつですね二目はその技術を持ってただけではだめなのでそれはちゃんとアウトプットしなきゃいけないというのが二点目であってですね。ということは、まあ、ちゃんとそこで我々がこう持ってる技術を、まあ、きちっとこうあのアウトプットしてお客さんに喜んでいただくというのが二つ目ですね。で三つ目は何と言ってもですねあのやはりその協力協業の精神あるいはその企業というのは多分人なりだというふうに思ってますから。 そ,のそこの職場でその人がどう,どういう形であの実力を発揮できたりとかあるいは周りとちゃんと連携できるかというのが3つ目ですねでこの3つはあの常にあの重要でどれ一つ欠けてもですねやっぱりうまくビジネスは回っていかないというふうに思いますので、まあ、あのそういう意味ではそこの3つをですね遵守、まあ、していきたいというふうに思ってますね。 このまた弊社のソリューションをやっぱり世に出していくっていうのは目やっぱり目標なのでこの会社のですねでそれでまあそういう今まであの、まあ、システム開発に苦しんだりとかまあそういうあのシステムに対してその膨大なコストがかかっているところで足を引っ張っている企業さんとかをまあ,あのうちの会社のソリューションで何とかしたいっていうのがもうあの当初の目標ではあるのであのやっぱりあのうちのこのソリューションをですね ブランド化して世にどんどん出していきたいというのがまああの、えー、一番思っていることだと思いますねあの実際にもあのうちの代理店さんがいらっしゃるんですけどその代理店さんは銀行のその情報系システムのモデルを持ってましてでそのモデルをうちの製品で定義して実際それでもう売ってるケースもあるんですねでそういう会社さんが今2社ほど代理店さんというか、ね、興味のある人はあるんですね 結局1人じゃ何もでできないんですよねだからいかに多くの,その,あの方たちのとの協業で協業っていうのはその自分とこだけやっぱりそのいい思いして、まあ、ある意味具体的には儲かっても駄目でやっぱりお互いにこうあのいい技術を結びつけるとか、まあ、あるいはその、えー、ビジネスからやっぱり収益上げまきゃいませんので、まあ、お互いにそういうその収益をまあ得られるような協業をこうやっていくと。 あのいうことなので一番重要なのはやっぱりそのいかにこういろんな方たちとうまく協力してですねあの目標に向かってやっていくかということだと思いますね。まあ弊社とやっていきたいというまああの取引先さんに対してやっぱ期待を裏切らないっていうあのことは常に頭にありますね。でそれはもう技術力であったりとかあるいはそのお客さんとのあのビジネスもそうなんですけど例えばその やはりその、お客さんそのものとの接し方とかもありますよね。そうすると、例えば協力会社さんと一緒にやったときに、その、やっぱお客さんから、やっぱクレームが出るような。あの、ことは決してやってはいけない。ので、それは、まあ、弊社だけならいいんですけど、それはもう、と、共同でやってる取引会社さんにも迷惑かけてしまうので。あの、当然信頼を裏切らないと、まあ、いうことがまず第一ですね。で、当然信頼を裏切らないっていうのは、そういう、その、ネガティブな要素だけではなくて。 その技術力ももの他の会社にもあってですねむしろそのうちと付き合ったことによってまあいろんなことをし知れましたとかですね。いらいろんないい協業ができたとかっていうことをどのくらいあの要するに残していけるかとまあ日本国内でも世界でもいいんですけどそう,そういうことをあのいろんな会社でやっていけばまあ要するに全体の,その生産効率が上がっていくと。 っていうものでそれによって GDP が上がるとかですね。<laughs> っていうところで結局つながったわけじゃないですか。まあ,そのあの我々医社でどうにもならえないんですけど、まあ、そういうことだと思うんですよね。